しました。こんばんは。こんばんは。アンサンブル東京のプレイベントで、始めたいと思います。大友義秀です。よろしくお願いします。アンサンブル東京に、参加しているプロジェクト福島の、代表してます山岸天心です。よろしくお願いいたします。そうだ、アンサンブル東京をそもそも始めたというかアイデアは、僕から始まりました。それで東京駅の、駅前の行幸通りが、場所に選ばれて去年から、そこで始めてます。それが今皆さんチラシにあると思いますけども、この表紙の写真が、これパッと見てどう見てもあいにくな雨な感じなんですけども去年雨でした。で、僕はすごく雨男なんですよ。なんで今日の台風で本当に台風の中すいません、こんな過酷な状況で来ていただいて、っていうか帰れないって人もいるの。そんなことはないですかね。大丈夫かな。そんなわけで、僕がやるイベントはことごとく雨っていう。8割ぐらい雨ですね。いや、ちょっと乗ってるけど、でも7割、6割くらい雨かもしれない。なんで今年もここまで来てるって皆さんの前で言うのもなんですけど、ひょっとすると降るかもしれないですけど、まあ分かんない。いや、外でやるイベントにはつきものなんですけど、はい、でこれ去年見られた方ってどのくらいいらっしゃいます？あ、でも半分もいないですね。ありがとうございます。見てください。なので、まあ大部分の方は、去年見てないと思いますので、その前提で説明をしつつ、なんでこんなびしょびしょに濡れてるところに生地が引いてあるのかっていう話なんかも、交えつつ、話していければと思います。よろしくお願いします。皆さんはちなみにこの辺で働いてらっしゃる方ってどのくらいいるんですか？あ、やっぱ多いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。この辺で働いてるんじゃない人ってどのくらいいらっしゃるんですか？聞いてどうするんだろう。どこでも働いてないっていう人いますか？それはさすがに手、あ、一人も手挙げて。働いてないんですか？学生？あ、そうですよね。何の学生なんですか？専門学校生。何勉強してるんですか？アニメーション。なんでここにいるんですか？音楽好き。あ、よかった。ありがとうございます。アニメの話を期待して来られたんだったらやばいなって今思いました。どうしよう。まず最初に、去年何やったかの説明をなんとなく映像を見ながら。そうですね。うん。なんか15分ぐらい。15分ぐらいだっけ。ちょっと映像を見ながら、説明なしで見るとヤバい人たちが集まってノイズ出してるっていう風に見えかねないので、そうではないですよ。ヤバい人もいるかもしれないですけども、まあ一応ちょっと映像を見てください。この辺で勤めてらっしゃる方が多いんだったら、行幸通りがどこか大体わかりますよね。東京駅から皇居に向けての広い道が、去年8月末だったかな。8月末だったね。初ですよね。夏休みの終わりくらいに、そこの日曜日を通行止めにして、あ、思い出した。その日はね、国会前でもすごいデモがあった日だ。だからデモ前のプラカード持った人も来て一緒に見てったりもしてましたね。そんな日でしたけども、ちょっとじゃあ映像を見ながら、アンサンブルズ東京去年何やったかの説明しつつ、今年の話もしたいと思います。東京駅です。ここで言ってもしょうがない。これ行幸通りの朝なんですけども、ここにですね、これ大風呂敷というプロジェクトなんですけど、まずは風呂敷を敷くことから始めました。でもういきなり雨降ってんだよね。で、大風呂敷なんで敷いてるかとか、そういう話は後でちゃんと説明します。で、これもう一発目ご覧の通り、もう雨が降ってますけど、しぶさ知らず、もうちょっとは。それからオルケスタナッチ、が参加して、その2チームで、あ、もう他の人もみんな参加してますね。オープニングの音楽をみんなで奏でてます。これはしぶさ知らずの不安大好きというか。で、演奏してる人たちは多分7割くらいは一般の素人の方です。
で去年はステージが2つあって向かい合ったステージで渋沢シガーズオーケストラのワークショップチームとナッチナッチのワークショップチームをこうやって一緒に演奏してました。本当は雨降ってなければ外に飛んでてみんなでやりたかったんですけども、あの一応この屋根の下で2チーム演奏してます。そうそう、パレードする予定だったんですよ。これで
ボーカルワークショップを、あのこれもこれ全員一般の人たちです。基本的にはみんなもうあのルーには英語が発表されるし、ワークショップ受けた人たちは英語喋れる人も喋れない人もいたと思うんですけど、なんかコミュニケーション取りながら、何も知らないこの瞬間テレビつけるとヤバい人たちに思えないけど、ルーリーさんはですね、インドネシアでこういうやって1時間後には道路でコンサートをやるっていう、日本だったら警察が飛んできて審議が場になりますけど、全然向こうだとウェルカムって感じでしたね。まあ、それに近いことやってほしいなって思ったんですけど、この時の最後のワークショップで
テニスコーツというあのグループと私とで一緒に、これもいる人ほとんど一般の人たちです。で、この人たちがすごくこういい感じのプロのような演奏をしてたんですけど、最後の僕らのチームが一番ど素人っていうか、本当に楽器できない人がいっぱい集まってたんですけども、ひどいよね、これ。これアンサンブル東京でみんなで歌ってるんですけど、ワークショップの中でみんなと一緒にこの曲を作って、これがテニスコーツのさやさんボーカリストです。靴とか叩いてる人いますからねで、さっきのあのインドネシアのボーカルのユーリーさんと僕らと一緒に最後はやばい人の頭にしか見えないですね。
そうですね、うん、なんか適当それでね、なんか壺とか買っちゃまずいじゃないですか。壺ですか。壺わかんないけど、なんていうの、あのただ自分のコンサートをやるとかはなしだよなって思って、だとしたら、でもいっぱいいろんなプロのミュージシャンを呼べるほどじゃの金額じゃない。でもそこそこのことはできる。税金だって考えた時に、だったらあのずっと僕自身がこのところ一般の人たちと音楽をやることにとても興味があったので、それをこのフェス、そんなフェスはないんだと思って、いろいろで出し物の中に一般の人が出てきてプロ並みに頑張ってますよみたいなのを時々あるんだけど、はいはい、そんなんじゃなくて、プロじゃできないようなことを一般の人たちとやれるようなフェスにしようって最初まず思ったのがきっかけで、だったら会場作りも、あのもちろんね、会場作りってすごくプロフェッショナルの仕事なので、プロが入んないとできないんですけども、だから全部じゃないけども、ある部分、美術の部分とかは一般の人とそこもやれたら、なるべくやれたらいいなって思ったんです。でその時にちょうど震災後に、さっきプロジェクト福島って言いましたけど、あのご存じない人のために簡単に説明しちゃうと、2011年の東日本大震災の時に、僕福島出身だったんで、実は山口さんも福島出身 で、 で、ね、はい、でこの2人は別に福島出身だから仲良かったわけではなく、この方はあの NHK テレビに勤めてらっしゃって、言っちゃまずい、いや全然です、 NHK なんですよ、 NHK、 はい、で僕は音楽家として、彼はドレミのテレビとか作ってて、ディレクターしてて、ディレクターで、ただそういう関係だったんですよ ね、 すね、はい、なんだけど震災の時に、あ、福島出身だなと思って、で2人ともなんか福島で やろうと思って一緒に動き出したんです。他にもあの何人もいたんですけど、それがプロジェクト福島という名前で、震災ももう1ヶ月くらい、もうくらいから、そうですね、うん、4月に入ってから動き出して、向こうでフェスティバルをやったりという際に、あの2011年の8月15日に僕らのやった活動の最初の大きな活動は福島でフェスティバルをやること、はい、今日お手元にあの入り口で配りしたあの冊子を、ね、あの私詳しくはしたんですけども、そこに出てますけど、はい、そこに写真が表とか中にもね、なんかあの芝生でに写真を引いて、あ、写真を引いてじゃない、芝生で風呂敷を引いている写真があると思いますけども、これがその2011年の8月、はい、多分震災の最初に福島でやった大きなフェスティバルだったと思うんですけども、その時にあのこの風呂敷を敷いたんです。ちょっとだけ経緯をお話しすると、うん、あのまあ、当初福島県で、まあまあ、割と大きな全国で3番目に大きな県で、原発のあるのは浜通りと言われる海側なんですけども、まあ、僕も大友さんもたまたま福島市というあの中通りという、ね、まあ、中通り真ん中の一番上の、うん、県庁所在地のある市に、まあ、出身で、まあ、割とそこで活動している人が多かったので、福島市の中でジャフェスティバル会場を探してたんですね。それで、中では比較的その放射性量の低い市側の市の公園で四季の里っていう場所があって、じゃあそこでできないかということを、まあ、検討して、そうですね、で、まあ、自分たちで、まあ、その放射線量を測ってみようというので、専門家の木村晋三先生などと一緒に、会場に放射線量を測りに行ってですね、行ったところ、まあ、線量的には、まあ、1日2日、お客さん来てもらえれば大丈夫だろうけれども、芝生のこの公園、芝生っていうのはその放射性物質が付着しやすいという性質があって、何かこうシート、ブルーシートでもいいから敷くことで、まあ、その表面にね、こうくっつくことを少しでも防いだりとか、あとは靴の裏にこう放射性物質がついて、それがくっついて、皆さんね、お家に帰るときにこう拡散することをこう助けてしまうような、そういうことをなるべくこう防ぐっていうことを、した方がいいんじゃないかというアドバイスを、もらって、で、まあ、ブルーシートはちょっとね、見た目にもなんとかならないかなと思った時に、さっきあの映像にもあった中崎徹君なんかが、美術家なんですけども、何かその風呂敷というか、まあ、布をみんなで持ち寄ってそれをこう広げたらいいんじゃないかっていうアイデアが出てきまして、でそれをこうしかもみんなで、持
ちよった布で、それがまあ縫い合わされて、でもういろんな、カラフルなパッチワークのものとして、広げたら、まあ、見た目にも綺麗だし、その放射性対策、放射線物質対策にも、役に立つということで、まあ、そういうこの風呂敷、布を引こうということになりまして、でその、またあの大風呂敷を広げるっていうとね、こう普通ネガティブな意味でしか使われないんですけども、まさにこう僕らこのプロジェクト福島を立ち上げるときに、こうネガティブになってしまった福島をポジティブにしていこうみたいな、こうまさに大風呂敷を広げるようなことを、打ち上げてしまったもので、そういったところも、まあ、語呂もね、あの面白いしというので、いずれね、この大風呂敷を広げたけど、その、大風呂敷にこう包まれるに見合うものを僕らが作れたら、まあ、それはすごく本当にいいこと、嬉しいことなんじゃないかということも、まあ、願いも込めてこの大風呂敷と名付けたんですけども、まあ、こういうものをその会場に敷いて、全部つなぎ合わせたら6000平米にもなりましてですね、そういう会場でフェスティバルを最初にやったというのが2011年のことでした、はい、それがね、あのこれでいうと5ページの写真だから、まあ、表紙の写真がそれ敷いてるところで、5ページにある写真がそれをちょうど引き終えたくらいのところかな。でこれからお客さんを迎えるぞみたいな感じのところだと思います。それで、さっきの話に戻っちゃった、そうだ、あのプロジェクト福島、この時その1万人、1万何千人も人が集まったんですけども、その舞台とかを、あのもう本当にこの時はみんな手弁当で集まったので、業者も手弁当なら、一般の人たちもみんな手弁当で集まって会場を作ってたんですね。だからその時の経験があったので、東京でフェスやる時も、じゃあ風呂敷を敷くって